ンカップ2023福井大会、オープンクラス、終わりたて8分ぐらいですかね。いやもう全然もう感覚ないですね。感覚ない、見事優勝されました、亀選手、はい、お帰りなさい。そうですね、そうですね、2018までチャンピオンでした。で2019からまたオープン。ああ、なるほど。ってことはチャンピオンが2017になったんですか。16になって、17年の年に1回勝って、1回勝って、なるほど、3年目で落ちた。2016の時はちなみにどこの大会でチャンピオンになったんですか。2016はジャパンカップの東京大会 EX っていう、あのメガウェブの最後の、はいはいはい、なんかチャンピオン決定戦の直前の当日は。確かに昔本当に直前でしたもんね。そうです、午前中に EX やって、もう午後からチャンピオンシップ決定戦みたいなね、 そんなスケジュールでやってましたので、そこで見事に。いやもうまず凄まじい速さ。いやでもね、最後優勝決定戦、まあ4台だったんですけど、タミヤのねアーカイブ残ってますけども、もう2周目以降、3周目ぐらいからかな、だいぶもうストレート1枚半ぐらいちょっとリードして、でそこからもう4周目、5周目もね、入って、あれ何コーススタートでしたっけ、最後は。2コーススタートですね。あ、ってことは4周目にカルーセルチェンジャーが来て、はい、でやはりね、今回のレイアウトカルーセルかなりこう苦戦されてるレーサー多いんですけども、めちゃくちゃ綺麗に入ってましたね。なんかうまく入るようになりました。めちゃくちゃ綺麗に入って、あまりの綺麗に入り具合に、オーディエンスからね、おーっていう、もうゴールしたのかっていうぐらいの歓声が一時期湧き上がりましたけども、いや素晴らしい。やっぱりカルーセルが一番。そうですね、なんかカルーセルを綺麗に通ろうとすると他がダメになるみたいなのがあって、ちょっとなかなか難しいですね。なるほど、まあ、しかも今回ね、アメイジングバーク2つ目が60度ということ で、 そ, うです、ね、そこも結構苦戦してるレーサー多かったんですけど。そうですね、なんか逆に逆手を取って、なんかそこでタイム稼げるようにしようみたいな。あ、なるほどなるほど、結構ブレーキ当たって減速するマシンが多いから。そうそうそう、ね、おお、じゃあ一番まあ、カルセルと2個目のアメイジングバンクに、はい、そうですね、そこをちゃんと走れるように頑張ったみたいですね、昨日の練習で。じゃあもしちょっと可能な範囲でマシンなんか見えますか。見えあります。あ、めっちゃめっちゃ持ってた。あ、すごい、これはダンプですね。ダンプです、マンモスダンプ。マンモスダンプですね。お名前がちゃんとこれはあの知り合いのチャンピオンズのレーサーが作ってくれたんで、もらったので貼りました。へえ、すごい。フロントはやはり13のローラーと、まあ、ちっちゃいローラーもね1個ついてますけども、あれ、これタイヤは。タイヤはですね、なんと、はい、ハートタイヤですね、4輪とも。あ、4輪とも。4輪ともハートです。これがあの60度バンクで早く登るための。なるほど、バンク対策でハードタイヤにしてると。タイヤのグリップか。今日なんかあの配信でも2個目の60度登るのは何が必要かみたいなのって、僕はちょっと調子乗ってちゃんと4輪で着地してしないとまずしんどいんじゃないかって言ってたんですけど。それはあります。あ、よかった。でも4輪でちゃんと着地すれば皆さん早いんですけど、そうできなかった時にもあのその後登り直せるみたいな。なるほどなるほど、万が一残っても、はい、シュルシュルシュルって落ちてくることはない。なるほど、オープンクラスはやっぱりもう完走率めっちゃ重要なんで。おお、これずっとボディはダンプ使ってる。ボディはそうですね、もうずっとですね。このリアのクルンってしだすなんですか。これはですね、なんかあのミニキャッチャーですけど、こんなにクルンってするもんなの。あのグイグイ丸めて丸めて、初めてここまでクルンしてるのに。ああ、マスターついてますね。はい、これで、この精神機能ブルブルしてる。すごい、このブルブルが。このブルブルがいいんですか。いいんです。これが、あのアイガーの下り、はいはい、下りで、結構皆さんバウンドしてるんですけど、うん、これつけると全然バウンドしてます。へー、一発。すげー、ちょっと俺のマシンにもつけようかな。ちょっとデザインもね、これは、そうですね、プロキャッチャーに黄色いステッカーを貼ってて。なるほどなるほど、ステッカーなんですね、これ。そうです、黄色いステッカー。塗装じゃないんだ、これ。はい。へぇ、黄色いステッカーを切り貼りして。切り貼りして、すげぇ。一個いいですか。はい。リアンのマスダンが右だけなんですけど。あ、そうですね、ここね、ここね。そうそうそう、だいたいあのアイガーの下りで、
下りでこうどうしてもこうこういう姿勢で降りるんですよ、うん、これは MS も特有、両軸のシャーシ特有で絶対右側上がって降りるんで最後に右が着地する、こっちが。なるほど。それとなんか保険みたいなものがなくてもいいんですけど、なるほど、どうせこっちが。あとやっぱり空中でこうやっぱり傾きやすいんで、うんうん、それも軽減したいなぐらいの気持ちです、ね、そんな絶大な効果があるかどうかはちょっと微妙です、ね、微妙だけど、はい、おまじないでバランスをつけて、はい、でもそう考えるとやっぱあれですね、速く走るのはもちろんのこと、完走率を上げるっていうところにだいぶ、そうですね、ね、完走率、まあ、今まで全然完走してなかったものが言うのもあれですけど、はい、いやこれはすごいわ。じゃああれですね、今年はあの本当にチャンピオンズ帰り咲きの選手が多くて、前回の仙台もね、帰ってきましたし、で今年のスプリングも何名か帰ってきてます。で亀選手もね今年帰ってきましたので、今年のチャンピオンズはね、激しいレース内容になっておりますが、楽しみですね。楽しみですね。じゃあまた、チャンピオンズ、そして10月のチャンピオン決定戦、はい、僕も楽しみにしてますので、よろしくお願いいたしま す, しいします。ということで今回はジャパンカップ2023福井大会オープンクラス優勝されました、亀選手、インタビューさせていただきました、今後もね亀選手の走り、はい、生配信でぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。